情報に振り回されずにこうしっかり自分で情報を取得して取捨選択をしてなんか心がけていけばいいんじゃないかなと思います。こんばんは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。今日は来月の3月4日に開催される予定でしたジャスラック主催のイベントクリエイターズパスボリューム11の件についてお知らせがありまして今動画を撮っています。3月4日に開催される予定でしたクリエイターズパスボリューム11なんですけども、今猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響でイベントが延期になりました。まあこれも残念ですけど仕方がないことなので、また改めて詳細が決まりましたらお知らせしたいと思います。あのジャスラックさんと後藤嗣俊さんとも協議をしたんですけども、イベント自体が中止になるわけではなくあくまでも延期ということなので、あの新しくまた日程を調整していただけるということでしたので、その時はもうすぐにアナウンスしたいと思ってます。でその時に嗣俊さんともお話をしたんですけど、せっかくこうやって2人でやるんだったら面白いことやろうよっていうふうにおっしゃっていただいて、今いろいろどうやったら面白いことできるかっていうのをちょっと2人で考えています。ひょっとしたら2人でセッションとかなんかもセッションしながら音作りをするっていうこともあるかもしれないので、多分そういうのもなかなか見れないとは思うので、ぜひぜひ新しく情報が決まったらぜひたくさんの人に見ていただきたいと思いますのでお待ちしてます。で今僕アメリカに来てまして、これアメリカで動画撮ってるんですけど、実際日本からアメリカに来るときにそのやっぱり空港でそのコロナウイルスの影響でツイッターとかでもこう空港でちょっとアジア人はこう差別を受けたみたいなこともなんか情報で流れてきたりとかしてたので、そういうことあるのかなと思いながら空港に来たんですけども、全然入国するときも全くそういうことは一切なくスムーズに入国することができました。空港ではねマスクされてる方もいらっしゃいましたけど、もう国内ではマスクしてる人もほとんどいませんし、そのコロナウイルスでアジア人がどうのなんていう人も誰一人もいないですし、自分の周りではなんであまりそういう嫌な思いっていうのは全然自分自身はしていません。なのであまりこう情報に振り回されずにこうしっかり自分で情報を取得して取捨選択をしてなんか心がけていけばいいんじゃないかなと思います。で、まあ、せっかくなので、まあ、こういう状況ではあるんですけど、今アリゾナフェニックスにいて宿泊先滞在先をいつもはホテルとかだったんですけど、最近はもうエアビーっていう民泊のあれでこう泊まることも多くて、それの方がなんか僕は個人的に好きで、ホテルよりも地域に密着した生活をこう感じられるというか、そういうスタイルがすごい好きなので、結構 Airb とかの方がショーには合ってるんで、最近 Airb を使うことが多いんですけど、 Airb って実は部屋もすごい綺麗で、その土地の独特の家なので、そういうのも肌で感じられるんで、今日せっかくなのでルームツアーって、その滞在先のルームツアーっていうのをやってみたんです。なのでそれをちょっとお見せしたいなと思います。というわけで
3月4日のイベントはちょっと残念ですが延期になりましたけど、また新しい情報が決まりましたらアナウンスさせていただきますので、その時までお待ちください。でまた大勢の方にいらしてもらえると嬉しいです。というわけで、じゃあこれからルームツアーをぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではどうぞ。今アリゾナに来てます。だだっ広いですね。こんな感じです。今回はねホテルじゃなくて Airbnb で借りてそこに宿泊してるんですよ。なんでせっかくなんでちょっとその滞在先のルームツアーをやってみたいと思います。これが玄関です。すごい綺麗なところなんですよね。中はこんな感じです。すごい洋風で、洋風というかやっぱアメリカンな感じですよね。ここがリビングかな。こんな感じで広くておしゃれです。でこっちがダイニングキッチンになるのかな。これダイニングテーブルですね。これはね近くのガソリンスタンドで水を大量に買いました。でこっちがキッチンです。すごい広くてなんか全然料理も作れるみたいです。冷蔵庫もねすごく大きいです。 Airbnb はなんかすごく良くて、ここの人はこうやってもう飲み物も全部こう準備してくれてたんですよね。ありがたいです。ここがランドリールームですね。洗濯機があります。でこっちを抜けるとお庭に出ますね。すごい広い庭です。めちゃくちゃ広いです。いい感じ。最近はね海外に行くと大体もうAirbnbで宿泊先を取るようにしてて、なんかAirbnbで取るとこうその土地のなんか感覚感じをなんかすごく実感できるし、ホテルとはまた違ったいい感じな面もありますしね。でここが各自の部屋です。で今僕が泊まってる部屋はこんな感じ。綺麗ですよね。すごく広い。で仕事道具ももうセットアップしてます。ここで曲を作ります。まあざっとですけどこんな感じですね。最近は海外行くときはやっぱもうほとんど Airbnb で宿泊先を決めていて、ホテルじゃなくて Airbnb の方がなんかその地元に根付いたところにこう宿泊できるので、すごくなんかそこの土地感を感じれるっていうのもありますし、やっぱりホテルと比べてやっぱ安いんですよね。ですごく綺麗だし、なんですごくAirbnbを利用しています。ホテルよりもやっぱ僕はこういう方がすごい好きなんで、多分これからもこういう感じでいくと思うんですよね。だからこうやってルームツアーみたいなのもできますしね。じゃあ以上こんな感じのルームツアーでした。ありがとうございます。